大きい肉球、大きい肉球。はい。さあ皆さんこんにちは、ノンサイ札幌森ちゃんでございます。本日はリクエストいただきました動物の肉球を見てみたいという声にお答えさせていただきまして、はい、皆さんに肉球を披露していきたいと思います。番外編として肉球だけではなく手のひらっていう風にお見せすることもあるかもしれません。はい、これは結構シリーズ化できるかもしれませんので楽しみにしていてください。それでは肉球いってみましょう。はい、五郎氏の肉球でございます。結構勇ましい手をしています。手のサイズは私と同じぐらいです。触った感じはちょっとやっぱり硬いです。恥ずかしい、なんか手がこうやってなってる。触ってほしいって、はい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 、ね、甘えん坊ちゃんのゴロちゃん。爪はですねやっぱりかなりしっかりしてます、もちろんね。ゴロ、さあ続きましてはこの子カピバラちゃんです。水かけがついている動物ですね。もう見せてね、足裏いいですか。カピバラちゃんの手足はこういう感じで、はい、水かけがついてます。さあ裏側はどうなっているんでしょうか、見せてもらおう。お願いします。いいですか。感じです。手のひらこんな感じです。何映りたいの、肉球見せてくれるんならいいよ。ちょっとハートっぽくなってるの分かりますでしょうか。肉球がハート。怠け者にも肉球らしきものがあるので見せてもらいましょう。こんな感じです。ちょっとプニプニしてます。柔らかいです。長い肉球っていう感じですね。もう一度、はい、こんな感じです。ありがとう。クッションみたいになってます。すべては木をつかむために特化していった動物なんでしょうね。筋力はあまりないと言われてますので地面を歩くのは大変らしいです。こうやって木をギュッてして寝るシーンはもう可愛くてしょうがないですね。ゆめちゃんの肉球なかなか難しい。草食獣は本当に安心した時しか足の裏を見せてくれないようなそんな気がします。そして立ってる時なんて全然見えないですからね。おっと、カメラを食べない、カメラを食べない。よし、じゃあゆめちゃんが横になっているシーンをちょっと待ちましょうかね。横になあれ、草だらけ。ゆめ、皆さん見えるかしら、ゆめちゃんの肉球。立ち上がらないで。見えました、見えました。はい、いただきましたよ。どうですか。はい、次はライオンの肉球いきたいと思います。まあ何だかお見せしたことがあるかもしれませんけれども、さあ素敵な肉球見せてくれるかな。お願いします。じゃあどうですか。こんな感じです。皆さん、大きい肉球、大きい肉球。はい、触り心地はですね、ちょっとあのレザーっぽい感じです。しっとりとした皮、レザーっぽい感じです。ね、大迫力、イエーイ。ついでに口の中も、イエーイ。ね、口の中。はい、素敵な肉球ありがとう。ね。大迫力、素敵な肉球だったよね。ライリー、アンジー、ありがとう。誰だと思いますか。わお、キツネザルですね。
ちょっと肉球っちゃ肉球じゃないかもしれないですけど、可愛くないですか。足の裏、この足の裏でした。すごい大サービスじゃん、青木先生です。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。いろんな肉球、まあ手のひらっていう動物もいましたけれども、はい、ご紹介させていただきました。結構みんな独特な肉球で可愛かったですね。人間も手のひらそれぞれですから、きっと動物たちもそれぞれなんでしょうね。さあもっと他の動物も紹介していきたいと思いますので、これはまたシリーズ化していきたいと思います。はい、それでは肉球可愛かった癒されたって方、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録コメントもちろん待ってます。はい、それではまた別の動画でお会いします。森ちゃんでした。またね。